皆さんこんにちは、ハナです。今回は1週間チャレンジ用の5分間の腹筋トレーニング動画を作ってみました。一緒に理想の体を目指して1週間トレーニングを頑張りましょうね。では始めていきましょう。まずは下腹を鍛えるネックレイズから始めていきます。足をまっすぐ伸ばして、手はお尻の横へ。足のつま先までしっかり意識し、動作は丁寧に行っていきます。お腹にしっかりと力を入れて、腰を反らないように注意してください。もうちょっと一緒に頑張っていきましょう。あと10秒。頑張れ頑張れ。種目目はクリアです。よく頑張りました。10秒休憩してね。お水もたくさん飲んでください。次の種目はヒールタッチクランチになります。仰向けで軽く膝を立てた体勢になってください。手で左と右のかかとをタッチするだけ。これは腹筋の横側、腹斜筋を鍛える効果があります。しんどいけど理想の自分に近づくために一緒に頑張ろうね。あと10秒、頑張って。素晴らしい。これで2種目目も終了です。じんわり汗をかいてきたと思うんやけど、これは頑張ってる証拠。次の種目も一緒に頑張ろうね。次の種目は私が大好きなレッグシザーズになります。これはお腹だけじゃなくて内ももにも効くトレーニングです。ポイントは反動を使わずにゆっくりと丁寧な動作を意識すること。初心者の方は私がやってるみたいに手をお尻の下に入れたら少し楽になるから真似してみてね。頑張って強度を上げたい方は手をお尻の横に置いてみてください。頑張れ。頑張ってますね。素晴らしいでございます。では10秒休憩してください。次の種目はイン&アウト。上半身は肘をついて斜め45度にくっつけた足を引っ込めて伸ばす。この動作でお腹を鍛えていきます。ここでもポイントは動作を自分でコントロールしているということをこう感じてほしいです。どうしてもね、疲れてくると荒くなったり、こう反動で戻ってっていうことをしがちなんやけど、つま先まで意識してお腹に力を込めて少しずつ、もうちょっとで折り返し地点、一緒に頑張ろう。素晴らしいです。よく頑張っています。残りの種目もこの調子で頑張ろうね。できました。プランクです。プランクはお腹に1枚天板が入っているイメージで、お尻が落ちないように注意してください。プランクは全身に効く筋トレになります。体が燃えるのを感じて頑張ってください。理想の体は自分さえ頑張れば手に入れられるはずやから、一緒に頑張ろうね。そしてもう頑張ってる君は偉い。残りは2種目、しっかり休憩してね。次は私が大好きな種目、プランクツイスト。くびれがあって細いお腹をイメージして、ただひたすらひねるだけ。体を支えている腕にもしっかり力を入れると少し楽にひねることができると思います。お尻で綺麗な半円を描くようにイメージ頑張ってみてください。あと少しです。ついにここまで来ました。残すとこあと1種目、一緒に頑張り切ろうね。頑張れ頑張れ。最後の種目は国運になります。さなぎから綺麗な蝶になるようなイメージで、体を丸めて大きく広げます。トレーニングに挑戦して、やり続けてやり抜く、その過程があなたを輝かせると私は思います。あともう少し、ここまで来たら踏ん張るのみ。頑張って。
今日のトレーニングはこれで完了です。よく頑張りました。本当に偉いです。毎日トレーニングをやったらコメント欄で報告してくださいね。私と一緒になりたい自分を目指して頑張っていきましょうね。